にちは、大島です。それでは今回は、商品が購入されたらということについてお話しさせていただきたいと思います。では、商品が購入されたらどうすればいいのかという部分ですけども、まずですね、商品ページから書きますね。これが商品ページ。メルカリって、メルカリですね。メルカリ。メルカリ。メルカリは、ここに画像がありますね。画像があって、タイトル、で、説明文、で、値段。コメント、まあ大雑把に言えば大体こんな感じですね。で、商品が購入されたらですね、専用ページを作ります。まあ、こちらの、お出しした説明文テンプレート見ていただければ分かると思うんですけども、メルカリがですね、まあ、例えば購入されましたとコメントが入りますね。まずは、こちらの商品の、XL の青が欲しいですと、XL の青が欲しいですと。で、言われたら、分かりました。じゃあ、在庫確認しますと。という順番になりますね。で、在庫確認しますと言って、DEMA を間違えました。DEN じゃないですね。商品管理ページ。商品管理ページを見ると。これはスプレッドシートですね。スプレッドシート。で、ここのタイトルのところに商品番号が書いてあると思います。商品番号を書いてくださいと言いました。なので、この12をこれ、まあ在庫確認しますって言ったら、この商品、管理番号を見て Google スプレッドシートに飛びます。で、 Google スプレッドシートでちょっとこれ Mac じゃないとちょっと分かんないかもしれないですけど、この画面でですね、ここの Mac 関係ないか、ここのこういうなんか違うか、点々だ、点々、なんかこういうんですよ、こういうなんか点々点みたいなのがあるんで、ここを押すとキーワード検索みたいなのができるんですね。キーワード検索、できるんで、ここで、12、これが12なんで、商品管理番号が12なんで、12で検索ポチって押すとこう出てきてくれるんですね。そこのところにこうピー飛んでくれるんです。12が書いてあるところに教えてくれるんで、教えてくれたらこの URL ですね、商品管理してあると思うんで、ここの URL 押したら DEMA に行きますね。DEMA のページ行きました。で、 DM はーってやって、ここに商品がね、
XLXLL とかね、 XXL か、でここに×0×0×0いきれいとか、なってると思います。で、ここで売り切れてるかどうか、さっきはあの青の XL がありますかって言われたんで、青の XL あったと、あったらこのコメントにありましたよとあったので、専用ページを作りましたので、そちらで購入お願いしますと、ここのメルカリで言います。そしたら分かりましたってなると思いますんで、そしたら専用ページを作ります。はい、でこれで専用ページ画像ありますね。でタイトルで、説明文で、値段コメントあると思います。で、画像はここでもうすでにこのページ開いてるんで、 Google Chrome で、これも Google Chrome でここ開いてると思うんで、ここに画像がありますね。なんでここだけまたダウンロードして、でここにありますね。で、あの専用ページですので別に適当でいいです。この辺はなくていいです。ただここだけで、で例えばここで購入した人が、あやさんだとしましょう。そしたらあや様専用みたいな感じで、まあこういうふうにやりますね。で説明文はまたこっちを見て、こっちを見て、こっちを見てってすごく面倒くさいんで、この説明文のところにまた色サイズを改めてコメントサイズを改めてコメントよろしくお願いしますと。で入れておけばここに入れてくれます、まあ、入れてくれない人いるんで、入れてくれなかったらこれまたコピペしてここのコメントに入れちゃいましょう。そうすると、ここに色サイズを改めてコメントしてもらうと、わざわざこっちをまた見たりしなくても大丈夫なので、それはやってもらった方が絶対に効率がいいです。でここにもですね、ちゃんとこの商品番号ちゃんとつけときましょう。そうすることによって、またさっきも同じですけども、ここに行かなくていちいち大丈夫ですね。正式ページに行かなくても大丈夫。正式ページにいちいち行かなくていいように、やらなくてもいいめんどくさいところは省いて、ですね、タイトルとかやらなくていいんで、まあ、ここだけちょっと入れて。ここめんどくさいんで、ここで U サイズだけやってもらって、年々なってコメントで、あとは全部ここでやってもらうという流れになります。はい、これ、いちいち全部やらなければいけないというわけではないですけど、僕が、研究して、いろいろ自分でやってきた中で、これやると一番早い、一番めんどくさくないという方法です。まあ、もしですね、自分なりに、
もしあのやってやれ、効率化ができるようなですね手法があるのであればもちろん、そちらでやっていただいても全然構いませんけども、まあ、僕がやった中で一番効率がいい方法です。なので、商品が購入されたらというのをまとめますと、商品がコメントが入ると、そしたら、サイズを在庫を確認して、これ在庫確認しますね。で、在庫があったら在庫あります、専用ページ作りますねって言って専用ページを作ると。で、専用ページには簡単でいいですよと、全部丸写ししないで簡単なところだ、簡単に分かるだけ分かるように、そのここのコメントくれた名前の人のあやさま専用で入れると。で、ただ一番簡単で一番早い方法で専用ページは簡単に作ってもいいんですけども、めんどくさくないように簡単で早い方法はここにちゃんと商品の番号で色サイズを改めてコメントしてもらうということだけやってもらえれば、作業は効率化、スピードアップになると思います。はい、それでは、今回の動画はこれで終わります。今回も動画を見ていただいてありがとうございました。